ジョリープロ代表決定戦では多く目立ちました。この後どう進むでしょうか。と2曲の一本場です。ドラワペイ、トイツが多くなりました。渡辺、ちょっとトイトイとか本一とかを見てロスを。ここはピン風とかに普通になりそうですか ね。ここもピン風系ですか ね。誰もドラを持ってない感じで、打点は そんなに皆さんないんですけど、はい、ここが育てば一応打点が一番高いのかな、うん、イシャンテンだ。イシャンテン、ここも伸びてきた。マンズに寄せる。とりあえず9ピンピン、9ピンピン、これ、はい、初は2枚切れでしたね、はいはい、あ、いいじゃないですか。これ で、OK、これで途中で嘘とか引いてね、3色の渡りができればいいですけどね。この位相はピンピンパーピン3増、はい、おお、ピン図を伸ばしたいってことですか。あ、イーシャンテンになった。イーシャンテンです、ま、イーシャンテン、チートイツのイーシャンテン、一応取っとく。裾を、ま、切りました。怖い、三蔵がもう2枚見えか、うんうんうん、予選は巧みなゲーム回しでじわりじわりと差をつけて、まあ、干渉という立場でした、はい、中田のね三蔵切りが見事で、うん、チーピン引いてイーソー頭で6球ピンのね町ができましたよね、はい、ピンフイーペイコー組だね、はい、あ、西差のハリシャンペイになった、はいね、3ピンから引けば嬉しい、うん、チュン重なる。あ、チュン最初に切ってるんだ。ただ2枚切れですね。だから安全パイ候補ですね、はい。これもうチートイでリーチをかけたくて、はい、ローワンチーワン払っちゃおうかなって感じですか、うん、そうだね、うん、もう端っこと端っこで勝負しちゃえっていう感じなのかな、うん、テンパイ、あ、3色固定です。3ピンね、目の前で打たれてるのにもかかわらずこっちで待ちます、はいはい、やっぱりトップ取りなんで、うん、積もって満貫が大きすぎる、はい、はい、その3ピンは2枚残り。あ、そんなにいるんだ。カバに1枚、ワクツが1枚持っています。一発は素晴らしい、見事な選択。さあ、裏ドラ1枚でハネマンです。どうだ、のはず。それでもリーチ一発も3色、うん、はい、結構ね、2ピン切ってリーチの人もいるよね、これね、うん、こういう状況だし、ね、こういう状況だし、うん、はい、強気の選択が実りました。